朝刊チェック、十月二十四日木曜日配信分です。五秒前、四、三。おはようございます。時刻は九時四十五分です。十月二十四日の朝刊チェック、今日は朝刊全部買ってみました。 西脇さんになりまして、えー、手元に全国紙4紙ございます。見ていきましょう。毎日新聞事故を過半数の攻防というので、情勢調査をトップに持ってきております。そして、裏金非公認にも2000万という赤旗につきましては、はい、えー、ここで触れてますね。うん、そして朝日新聞ですが、こちらは？ 冤罪化というですね最新決定をトップに持ってきております。はい知人証言誘導の疑い、後ほどお伝えいたします。どうもあの覚醒剤事件に絡んで、えー、それ許したるからこう言えって言ったみたいなですね。冤罪事件にありがちな話ですが、そして赤旗が報じましたと最後にちらっと触れていますが朝日新聞も追っかけました裏金非公認側に二千万と。 ニュースですね、えー、そして、読売新聞は福井中産殺害最新決定、そして産経新聞も同じくトップでございまして、こちらはいずれも1面には自民党の非公認議員の支部に2000万円というのは隠しております、2面にさすがに載せへんわけにはいかんというので載せてまして、読売に至っては、 三段の小さな記事ということですね。で、JX 通信社というところがございまして、ここがまあ選挙関係のいろんな調査なんかもされているんですが、米重さん、昨日の時点での事故過半数割れの確率というのをですね、えー、シミュレーションいたしましてで、朝日新聞の情勢調査の数字なんかを入れましたら、 なんと、昨日の段階ですよ、70.9%の確率で自民、公明、与党、過半数割れということになりました、まだ数日あります、まあ、半分の人が、えー、誰に投票するか、投票行くかどうかも決めてへん、だから電話をかけろというふうに石破さんが葉っぱをかけてましたが、昨日の段階で70.9%。 その前の日、おとといの段階で65.4%ですから5ポイントほど跳ね上がっているんですねそのもう1日前10月21日に各社の情勢調査をシミュレーションしたところ事故過半数割れの確率は4.3%しかありませんでした。 ちなみに10月18日時点では事故過半数割れの確率というのは0.8%そこから少しずつ上がってきまして21日3日前の段階で4.3%だったのがおとつい65.4%に上がりまして昨日70.9%にさらに上がっているということなんだそうです。ここれははああくままでで計算上のことではありますが、まあそれだけ そらただただ厳しいと言われているだけではなくって、ここの選挙区はまあねそれぞれの議員さんのもう命がかかっておりますから、必死のパッチで何でもやろうとしているんだと思うんですけど、そのぐらい今、大きな風が吹き始めていると、これは裏金に対する怒りということなのか、お前らおいしい、召し上がって。 わしら物価上がってんのに給料そんなに上がれへんのに何自分らだけポッポないないしとんねん。でこれからの経済をやっていくためには自民党でないといかんのですでお前らが10年20年30年やってきてこんなことになっとんやんけっていうまあまあそのマグマのような怒りがあるんだろうというふうに私は思うんですけれどただいろんなところが締め付けますんでね。 締め付け、それぞれの村の掟というものがありますよね。こんなカードが出てまいりました。仮面ライダーのカード、写真があって、その裏に解説がありましたね。毎日放送も絡んでおりましたが、かつて、当時まだ長年点 NET 系列でネットされておりました。 仮面ライダーカード365番、ゲルショッカーの掟はい、ショッカー、ゲルショッカーの掟というのがありまして、9つ、9つあるんです。皆さんが所属している団体、会社、県庁、えー、支持している政党、宗教、いろんなところあるかと思いますが、 注意してくださいね。ゲルショッカーの掟男の子やったら覚えてるます覚えてない ?9 つありましたよ。仮面ライダー、ゲルショッカーの掟いいですか呼んでいきますよ。今、皆さんが所属しているところでも、こんなことがあったら怖いですからね。いいですかゲルショッカーの掟1、命令に従わないものは、 グルスグルスわーですわ。2敵に負けたものはグルス3失敗したものはグルス平和を愛するものはグルス友情を大事にするものはグルス 怠け者、臆病者はクルス、遅刻した者はクルス、病人、怪我人はクルス、親子、兄弟も組織のためにはクルス、うわ、怖いですね、ゲルショッカー。 ゲルショか覚えてはりますか怖いですね。命令に従わない者、敵に負けた者、失敗した者、平和を愛する者、友情を大事にする者、怠け者、臆病者、遅刻した者、病人、けが人、親子、兄弟も組織のためには、ぐるるーって、えー、怖いですね。やっぱり悪の組織、闇の組織、 怖いですね、怖いですね本当に。うーんいや、あ、今日この後話題てんこ盛りで、えー、ショート動画も上げております。まあ、できれば今後、えー、長官チェック始まる前に今日こんな内容ですよというのをショート動画で上げていこうかなと思っておりますが、本日もニュースてんこ盛りでございます。10月24日、長官チェックスタートでーす。 見てよし,見てよしこうてよしようこそ天神橋筋商店街天禄てんこ盛りスタジオへ小モさん、コモリ安典でございます。心穏やかな優しい人たちの集まりでありますこの長官チェックですが中にはショッカーやゲルショッカーが混じっているかもしれませんので「いって言ってこられないようにはい、穏やかに。 やっていいと思いますね、えー、さて NHK スペシャル先日のジャニー喜多川の問題で、えー、私も気になってたんですが元テレビ東京の人がで今大学の先生になってはるんですが田淵敏彦さんという人。 NHK スペシャルジャニー喜多川アイドル帝国の実像というので取材を受けてはったんですけどカメラアングルがちょっと煽りって言って下から振り上げるような感じで撮ってるそこでめっちゃ股開いてはって足開いてはって電車の中で時々ね 私より長い足の人はあんまりおりませんので短い足広げやがってと思うんですけど、えー、そういう短い人に限って足広げてたりしますでしょう、まあ、この人結構足長かったんですが足長かったから余計に目立ってたんですけどもめっちゃ広げてたんですよで、まあ、言ってることはまともなこと言ってはったんですが態度悪いなあ思ってたんですが 椎間板ヘルニアをやってらっしゃってそういう座り方でないともう、まあ、別にお医者さんの診断書があるわけじゃないんですけどお医者さんの診断書出して言ってあるんじゃないんですがちょっと椎間板ヘルニアやりまして腰が痛いんでああいう座り方になってしまっててそういやカメラ2台あって、えー、正面のカメラは煽りで撮ってましたねとテレビ東京の人ですから、まあ、分かるとは思うんですがただまあ 新聞記者もそうですしテレビもそうですが収録したものをもう1回見せろとか編集したやつをチェックさせろとかって言ったってそれは絶対させませんのでねそれは言論の自由だと検閲にあたるっていうので、まあ、それはさせないそれは当然の話なんですけども訂正をさせるとかそんなんもそんな簡単に言ってはいはいっていうもんでは基本的にないわけですよねそれぞれが責任を持ってやってるわけですから。でただ あ確かににめっちゃ兵に見えたんですよ最後に出てきたあのあのスマイルアップの保証担当のやつの電話と同じぐらい湿気やなっていうふうに見た目見えたんですが事情を聞きますと、まあ、本人も当然オンエアされるまで分かりませんからオンエアされて見たら「えー、うわえらいことなってたと」とでも周りの人から「お前偉そうやなー」言って言われて言われて。 えー、大変やったっていうことでごめんなさいっていう話なんですが私も椎間板ヘルニアやってましてまっ、あ、ともゴルフとかも全然できない状況で、えー、途中で「あ,もうあなたの,こあの骨格がかわいそうですと」と身長1 9 8センチもあるように人間はできてませんからあなたの骨格がかわいそうなんでまあまあもう何な,なり好きにしてくださいって言われてさじ投げられたんですが。 まあなので、腰悪いんですかって歩いてても言われるんですね、えーまあ、それはもう自然にそうなっちゃうんで仕方ないんですけども、あれはかわいそうやったなと思いましたんで、もし NHK スペシャルをご覧になりまして、あるいはこれからご覧になる方で、共、え、催、ー、放送あるのかな、夜中に、えー、もしちょっと大変やなと思ったらあ、それはそういう腰の状態の方なんだと思って見てあげてくださいね。うん あと百条委員会今日まあ行われますけども,もう非公開ですが奥谷委員長があのふんぞり返ってる写真というのが養護派の人たちによって拡散をされておりますあのまあ一人当たり1時間弱ぐらいなんで、まあ、あの途中トイレ休憩もあったりはするんですが。 あのずっと座ったままで2日間やってるんで奥谷さんがあの腰悪いんかどうかは知りませんけれども知りませんけれどもあのかわいそうなんであのこんな風になる時もあるだろうと <laughs> なる時もあると思います、えー、斉藤さんがしっかり頭下げてる 時もあるでしょう <laughs> うんぞり返ってた時も付線投げてた時もあろうかと思いますので、えー、その一瞬だけを見て「奥谷っていうやつは偉そうにし上がって」っていう、えー、そういうことでもないんでしょうね。 えー、まあまあ結局木原さんがあ、ねえー、ポケットに手突っ込んで突っ立ってたって、まあ、あれはまあ多分あの人を象徴する一枚だったと私は思いますけれども、うん、あともう一つ多分ここで言えへんかったら忘れてしまうので、えー、大分駅の駅前にありました授乳室が昨日で閉鎖されましたマナーを守らない人が増えたことで 子育てする人にとってとても大事なところだったんですが閉鎖されてしまいました9月20日、えー、5 0センチほどの穴が開いているのが見つかったり、えー、防犯カメラを見たりしてるんですが若者たちがタバコを吸いに入ったりカップ麺持ち込んでそこで食べたり吸い殻は落ちてるわお酒の空き缶はあるわというつまり 目的外で使っている防犯カメラの映像を見てみますと9月から10月までの9日間40回余り入室した人がありましたが実際赤ちゃんを連れて入って授乳あるいはおしめ変えたのか分かりませんが中には防犯カメラありませんのでね、えー、外側で入った人の回数を数えますと40回中1回だけだったんだそうです残り39回 男が52人、女20人、7割以上が男性、つまり1人ではなく入っている人ですね。えー、9割はグループで多くは若者でした。タバコやカップ麺を手に授乳室に入る様子も確認されています。結局、閉じてしまったということなんですね。えー、授乳室はどうぞ皆さん、目的外で使わないでください。授乳室、 あるいは救護室というのは、えー、子どもを連れて外出せざるを得ない人あるいはまあ外出できている人こういう人が子どもにお乳を飲ませるためあるいは、えー、おしめを変えるためとかですね、まあ、お手洗いも使えるかもしれませんけれど、えー、あるいは救護室というのは気分が悪くなった人とかのために使うものでありまして大体大きく授乳室とか救護室とかっていうふうに貼ってあります。 場合によっては横のところ廊下からも見えるようにそういうマークでも分かるようなマークをつけて「授乳室」と書いてあります。皆さんもご覧になったことありますよねデパート行ったりスーパー行ったり、えー、あるいは尼崎の海側のところの芝生の、えー、広い公園のところの。 えー、建物の中の授乳室とかありますよね。僕も先日たまたま尼崎へ行って、えー、あこんなところに広い公園があるんやとこんなところでなんかマラソンのイベントとかもしはんのかなと思ってでお手洗い行こうかな思ったら、はい、お手洗い使わせてもらいましたら奥に授乳室と救護室ありましたああいうところはそういう人のためのものなので。 知事が着替えをするための部屋ではないだろうなぁと思って見てたんですけど大分ではあ目的外利用がほとんどだったので閉鎖されてしまったということでありますのでこういうことのないようにですね、えー、ゲルショッカーの掟きての10番目に授乳室はお母さんと赤ちゃんのためというふうに書いておいてもらいたいなというところでございます。 時時刻は10時3分ですでは、今日もニュースをてんこ盛りでお届けをしてまいります、まず昨日朝刊チェックでもちらっと触れました、赤旗がです、ねえー、スクープをしておりまして、自民党の、えー、非公認、今回、裏金の問題で非公認になっている、でもなぜだか自民党なんとか区まる支部。 支支部長は支部長長はのまままだったたりするといいういうううそ人たちがいますでこの人たちに公認候補と同じように2,000万円が支払われていましたということを赤旗がスクープをいたしましたで裏金事件で公認されなくなっていた人たちに自民党が「 政党助成金からつまり国民の税金からですね2000万ずつを渡してたっていうので裏金盗っ人追い銭じゃないですが裏金議員に裏金を渡す自民党って何ですかと森山幹事長何をやってくれてるんですかというのが一般的な受け止め方だと思います、えー、読売新聞産経新聞はできるだけ小さく書いておりますが朝日新聞読んでみましょう。 自民党の派閥裏金問題を受けて衆議院選挙で非公認になった候補について党本部から各候補が代表を務める政党支部へ2000万円の活動費が支出されていたことが党関係者への取材で分かった、まあまあ、裏を取ったということなんでしょうけれど ということなんでしょうが、一番最後に書いてる、この問題は共産党機関紙、新聞赤旗が23日付紙面で報道したって書いてありますんで、まずそのことにリスペクトを払った方がいいんじゃないですかと、自分たちがよう調べへんかったことを赤旗がスクープしはったんやから、そのおこぼれ頂戴します、お流れ頂戴いたします、言って、えー ああもう寄っ,て寄ってしまいましたわだなんんっていうぐらいの気持ちでちゃんと朝日も毎日もおね赤旗様のおかげでございますって言わへんかったらあかんのんちゃうのんと前田武彦さんじゃないですが共産党万歳言ってから書いた方がいいんじゃないかと思うんですけどね自分のところでスクープしてたんやったら堂々と言い張ったらいいですがえっと森山幹事長 党制拡大のため、党の勢いを拡大するため、個人の選挙目的ではないと強調いたしました。これも,もう言わざるを得なくなってしまう裏金議員に裏金を渡したことが、ばれたということです。つまり、ばれたということです。裏金だから非公認にしました。だから自民党は、ルールを守るルールを守る。ルールを守る、自民党。皆さんのところにも、多分いっぱい広告が出て、 来るんだと思います私先日から YouTube プレミアムにいたしまして、えー、2000円ぐらいですかね毎月、えー、払えるようになりましたんで、あのー、そ,うしましそうしてますんで広告が入らないんですがおそらく政治の話をしているとルールルール誰のものが何か分からなくなってきました、あのー、自民党や維新やらの広告がじゃんじゃんバリバリ入ってるんだと思うんですけどえー 個人のそのえー、に渡してるんではないと非公認の候補に渡してるんじゃないと非公認だけどそこの人らからもあの自民党と比例区では書いてもらわなあかんのでねだからだからそのための2000万なんですとほななんで同額なんですかっちゅう話なんですけど同じ金額なんですかっちゅう話で。 でもう今ねあの、選挙戦、ほんまに最終盤に入ってるんで、えー、落ちる人のところはもう行かないんですよ、金も人も、も、ま、う、あ、マンパワー、そこかけないんですね、もうあの閉店することが決まっているコンビニに、わざわざ、えー、ハロウィンのキャンペーンやらないというような、そんな感じですね、ギリギリでも勝てる人のところも別に行かない、ほっとっても勝てる人のところにはいかない。 ギリギリ,ギリギリのところに人も金もかけていきますから、まあ、そこは後で出てくる統一教会との関係でもそうなんですけど彼らは選挙のプロですからねそん我々があの旗でわーわー言ってるようなことと違いますから綿密な計算と情勢調査に基づいて動いてますからでただまあ今回その議席を減らすと減るということはもう分かってるんで。 その,その中でも、その中でも非公認にしたけど当選して、で、負託は受けたんだと言って都合のいい解釈をして、一票でも多かったら戻ってきたら、はい、また自民党ねと、まあ、世耕さんだけは入れませんけどっていうのが森山さんの考えですよね。なので 全然考え方としてはおかしくないと思うんです。あの自民党の中の考え方としてはおかしくないと思うんですが、そら、そら世間が、そら、そ,はそうは見えひんはなと、世間がそうは見えひんはなということがわからんやつらが政治家ですかと、これは斉藤知事の、知事在職時代のいろんなこともそうですが。えー 擁護派の人たちはみんなそれは否定してる人は否定されてる否定されてるっていや本人が否定してるだけやんかっていうことを否定してますって言うんですけど世間どう思いますかといやその世間じゃ怖いもんだし報道の切り取りも怖いもんではありますそのことは私ずっと言い続けてきてますからただそういうことが出てきたら世間どう思いますかという話ですよねそのセンスがない あるいはその違和感センサーを超えて危機感を持っているんでゲルショッカーの掟ではないですけれどもう,あのもう当選させるためなら何でもすると。ね。ええ。で、ここで。 そのまあ今言った言い訳をしてまあ自民党の支持者たちは納得するのかもしれませんが野党を支持する人は当然怒りますしそうでない本来その選挙の行方を左右する無党派層の怒りを買いますよねそれはねええそうなんですよ。ででもこれを赤旗がスクープしても 赤旗の力だけではん、まあ、とも広がらへんわけです、ね、でこれ「しゃあない」まあ「しゃあない」から「朝日」も「毎日」も一面に載せたぐらいの感じですわ。ほんまに大事や思ったらもっと大きく書くと思いますからまあ赤っ恥書かされたっちいうのもあるんでしょうけどで読売と算計に至ってはそんなもん正直認知される度合いで言うとと一面トップと。 2面の3段記事で言うと2面やろうって言うけど1面のあとテレビ欄見たりとか1面のあと社会面見る人もいるんで多分撮ってる人の中で2面のこの記事に気が付く人は100万部売ってたとしても10%いるかいいひんかぐらいでしょうそんなもんねそりゃそうですよで NHK は「ニュース7」でやってないんですね 確かニュースウォッチ9」でもやってないと望月磯子さんは言ってました、ちょっと僕、そこ全部を確認できてないんですけど、NHK は深夜に、えー、上げてました、どのぐらいの記事だったかというと、えー、今日の0時6分ですから、11時台のニュースで取り上げたということなんですかね、それだけ確認するのに時間かかったということなんでしょうか。 今回の衆議院選挙で自民党から公認されなかった候補者が代表を務める政党支部に党本部が選挙の公示後に2000万円を支給していたと一部で報じられました <laughs> 一部で報じられました一部週刊誌が一部赤旗がああ失敬な言い方ですね自分らを調べんかったくせにね森山幹事長は党勢拡大のための活動費として支給したものだ 候補者に支給したものではないとするコメントを発表しましまたただただ露木長官は事件性なしと言いましたというのと全く同じでそこに批判的な視点とかっていうことは全くありませんねでまあ記事の本文のところで共産党の機関紙新聞赤旗はというふうに名前を挙げてますが森山幹事長コメントを発表政党支部に対して 党の組織としてしっかり党勢拡大のための活動をしていただきたいという趣旨で、党勢拡大のための活動費として支給したものだ、候補者に支給したものではない、などとしているということです。県連に活動していただいていることと同様に、組織としてしっかり党勢拡大のための活動をしていただきたいという趣旨です。まあ、そのために 我々から税金取っていかれてると思うと We are, I am taxpayer 納税者は俺だ、うん、僕は納税者だぞっていうことで言うと納税者の一人として私は納得はできないですがねでそれを NHK はニュースセブ7という看板番,番組でニュース w a t c h 9で報じず多分ストレートニュースでこのように チラッととということで,す、ね、で「すねで報道ステーション」もうあの報道を取って「ステーションステーション」でいいんじゃないかと「えー、スマステーション」でもいいんじゃないかなと思うぐらいですけども最後の方でちらっとやってたみたいですねこんなん大谷のことよりも絶対大きく報じなあかん話ですよねでも あのフジテレビはもう選挙よりも大谷、まあ、その方ががもちろん視聴率取れると思いますよあの高い保育権料をペイできるかどうかは別としてテレビ東京が何,をやっても何があっても映画やグルメ番組流しているようにフジ,フジテレビが大谷を流すというのは一定の需要はあるとは思いますがただ,ただ報道機関としてどうなんですかという話ででも,、まあ、もう今、面倒くさいんですよもう人も足りひんのに。 人も足りへんのにあの選挙のことやると面倒くさいから正義やとか報道の意義やとか主義主張とか視聴者のためとかそんなこと言うてられへんのですよ自分らの給料を確保しようと思えば放送局の人たちはね、えー、だから面倒くさくなくまあまあ大リーグに対してもドジャースに対しても大谷さんに対しても 失礼、こいたフジテレビなんでまあこれでみそぎとしまして何ぼかプラスアルファ乗っけるとしてうんそっちの方が楽なんでしょうねだからもうほんまに <laughs> ほんまにほんまですわ何言ってるかわかんないですけどもほんまにほんまなんですけど田中圭さんという人が本音を書いていますそんなことより問題は 内部文書が赤旗に渡ったことだろう。執行部に不満があるとしても、赤旗に流すとか、さすがにありえんだろう。何考えてんだと、昨日の夕方、呟いていました。実は1円単位で支部ごとに金額が違っていて、犯人わかりましたとかなら良いのに、犯人というのは、 公益通報ともいえるこの報道を自民党の中から赤旗に漏らしたやつがいるそいつは犯人だどっかで聞いたことのある話が自民党界隈でもあるんですね会計を担当するスタッフに赤旗と通じているやつがいる 会計処理の問題で政治家を自動的に連帯責任にしちゃいけない理由がここにつまり政治家を落とそうと思えば秘書なり会計責任者がそれ,やそれをやったら簡単にあの捕まってしまう理解できないのが湧いてくるからまとめて書いておくけれども違法行為でもないことそして内部文書を外部に漏らすのは 公益通報でも内部告発でもなくただの機密の漏洩です <laughs> 斉え斎藤元彦と片山康隆とええ猪本でしたっけ千秋でしたっけこの辺の人の言ってることそしてその人たちに拍手を送ってる人と全く同じですよねこんなことやってるでっていうことは 機密の漏洩であり自民党にとって都合の悪い機密を赤旗に漏洩した犯人でありそれを早く突き止めろととんでもないやつやと言ってますそれが自由民主党ですはい斎藤一派のやってることと今この問題で自民党が言ってることこれですよねいやー あらそう、よく見えました、ありがとうございます。えー、まあま、あこのなんでしたっけ、田中圭さんという人、どういう人かよく知りませんが、えー、写真を撮りながら議員秘書やウーバー配達員をしてた人、東京大学工学部、航空中を中退と書いてある人で、全然どういう方かは知らないんですが、あこういうものの見方。 森山さんがばれたからいや、それは個人政治家個人に渡したんなですよ、わかんないですからね、何に使おうが、そこから先。そうでしょう、うん、でも、統制拡大のために比例役で自民党書いてもらうためのものなんですとばれたから言い訳をしているっていう人たちが何を考えてるのかって言ったら、誰やこんなことを漏らしたやつは、誰やこんなことを赤旗に漏らしたやつはって言って血まなこになっているっていう、もう。 ゲルショッカーの掟きてです。命令に従わないものは、ぐっていうことですね。親子兄弟も組織のためには、っていう。えー、自民党本部の中に、前京都府警本部長が入ってはるんでしょうかね。 怖いですね怖いですね怖いですねさよならさよならさよならうんえっ、ー、と北海道新聞とか、まあ、これをトップに持ってきてるところもあるということですので、えー、地方紙の両親にかけてみたいところではあります岩手とかあと長崎なんかもそうでしたかね、えー、比例区でどこに投票しますかというので 全国的にはまだもちろん自民党がトップで立憲が伸びてきているということなんですが都道府県によっては立憲民主党がトップに来ているところもあるということでございます時刻は10時20分ほなお前なんや小森、まあ、まあ、赤なんか共産党なんかと言われますが、まあ、私時々この近所の赤旗の販売店というか共産党の 拠点がありましてそこへ行って「すいませんなんか赤旗日曜版のスクープが出たそうなんでそれ買いに来たんですけど」って言って言うと「あもう見本市にしてあげるから」って言って見本市の犯行をしてくれはってタダでくれはったりするんで優しい人やな <laughs> と思ってますけどあの主義主張とか空気感とかで相入れないところは多々あるんですがあ、まあ、別にそれはあの あえて悪口のつもりで言ってるんじゃなくて誤解されて、まあ、またたかれるの嫌なんで別に党員でも何でもないんですがやはりそのジャーナリズムというかあの伝えなあかんけど伝えられてへんことの取材力とかその執念とかどう考えても朝日新聞と新聞赤旗で言うとそれはもう、えー、どのくらい違いますかあ 中国軍と、えー、日本軍で言ったら怒られますね <laughs> あのもう本当に、えー、離れ島の防衛隊ぐらいの人数しか多分おれへんと思うんですけどそれがこんなことをしているっていうところはすごいなと思いますしあとあの最近亡くなった方でピーコさんと。 西田敏行さんが新聞赤旗の取材を受けてはりましてねほんなあいつら赤かとはまあねいろいろ言うんですけどその芸能人だって普通に新聞赤旗の取材を受けてはりましてでそこには明確なやはりそれぞれ意図があって、えー、2015年赤旗6月7日後ピーコさん「安倍さんの平和って何今言わなければ」 っていうのでファッション評論家ピーコさん、まあ、9年前の話ですがすごい恐ろしい人が総理大臣になっていると思うの戦争したいと言ってるようなもんじゃない政治について話せる番組はどんどん少なくなっているのっていうことを言ってはりました、まあ、お杉とピーコのねピーコさん先日亡くなりました実はお杉さんとピーコさんには障害を持ったお姉さんがいてはりましてで子供の頃から そのお姉さんに対する差別っていうのを身近にずっと感じていました世の中自分と同じじゃない人に冷たいということをそんなふうに感じててでまあ今でいうその LGBTQ っていう話なんですが同性愛であるということをお母さん、まあ、その障害を持つお姉さんも育ててきたお母さんは何も言わずに ただ優しい子に育ってくれればと思って受け入れてはったんだそうですという話がピーコさんが亡くなった後出てましてでそんなピーコさんが要は戦争になったらいかんというので安倍政権の時に新聞赤旗のインタビューを受けてはりましたまた西田敏行さん戦争は絶対しちゃいけない 家康の影武者を演じた時にでまあ不法の時にこういうことがあってっていうことを政治利用だと反共の人反共産党の人、えー、統一教会の連中なんかはまさにそうなのかもしれませんが、えー、政治利用だって言うんですけど、まあ、西田さんの演じた役を全部並べると日本の歴史が ほぼほぼカバーできるというぐらいいろんな役をしてきはったんですけどえちょうどその影武者を演じてた時ですねに絶対戦争しちゃいかんのだっていうことまあ西田さんは戦争の後に生まれてはりますけれどもえまだその傷跡の残る爪痕の残る時期に幼少期をあの過ごしてはりますんでえそういうお話をしてはります。だから 自分がおかしいと思うことをおかしいと声を上げることそれが赤旗が取り上げてるからどうだっていうふうに思う人もうまあいてはんにゃとは思いますがそれはただただ損得感情で動いてる人なんだなと私は思いますしまあ一方こういう動きを見てああマスコミもあんまりちゃんと言わなくなって変更してて切り取りで でこうやって戦争に行くんだなと思ってたら斎藤知事擁護派が僕なんかのやってることを見てこうやって戦争に進んでいくんだねって言って,言ってるのを見てもう僕が膝から崩れ落ちましたけどねええー、私のやってることがこの国を戦争に導いていくことで自分たちが斎藤さんを応援していることは それに抗ってるんだと思っている人がいるっていう書き込みを見たときに、えー、びっくりびっくりびっくりくりくり,っくりとしたということでございますね。時刻は10時25分です。さてえー、っと。 週刊文春がまた、あその前に、えっと、選挙についてですね、選挙終わってからいろんなこと言うたってしゃあないやんかと、その前に言わんかいと、ね、そりゃそうですよ、うん、そうだと思ってたら、TBS ラジオ、荻上悦喜さんのセッション、まあ、夜から今、夕方に放送時間が変わっておりますが、えー、確かこれ、今日ですよね、今日は3時間丸ごと選挙特集。 えー、総選挙直前スペシャル各党に問う各党の幹部議員に公約や政策について聞きますという番組をされるそうであります、まあ、ラジコで、えー、エリアフリーであるいはタイムフリーで聞いていただくことができると思いますのでそんなもん結局放送局は終わってから誰に早う投確出したとかそんなことを言われたってしゃあないねんと投票の材料を出さんかいお前、まあ、ら何ビビっとんねんって。 ということに対して荻上知己さんと TBS ラジオのスタッフがならやってみましょうと、はいえー、いうことで勇気を振り絞ってやってくださるそうでございます。本日の TBS ラジオラジオもポッドキャストも TBS ラジオ、はいえー、954という AM の周波数よりも。 FM の方も最近最近は出してますもんね、えー、AM ラジオ県営局出身者としましては寂しいもんでございますが投票のヒントにぜひ聞いてくださいと書いてありました時刻は10時27分です週刊文春電子版が選挙の前に大事な情報を伝えてくれております、えー、それは何かと尋ねたら あ全公開極秘旧統一協会内部資料33ページ3年前の衆議院選挙旧統一協会に支援された自民党候補者実名リストを出しております、えー、静岡などで、まあ、よく名前を知っている人あるいはこんな人もいてはったんやなという自民党の議員たち えー、愛知の県議会議員や名古屋の市議会議員の名前も挙がっております名古屋市を本部とする国際商共連合愛知県本部の最新の収支報告書を確認するとということで、えー、いろんな資料を引っ張ってまいりました国際商共連合というのは、まあ、大学にもよく立て看板あったりいたしましたが世界平和連合つまり統一教会と同じ フロント組織と呼ばれるものですねフロント組織というのは暴力団が何々組って出すんじゃなくって何とか工業とかって言うて出してはる一般ピープル素人の中に入ってま、えー、っとうな仕事してるんですよというふりをしているのをフロント企業と言いますが、えー、統一協会のフロント組織ですね。1968年 反共産党、反共を掲げる政治団体として発足をいたしました。でまあ、そこで、この長い記事、週刊あこれ、文芸春秋や、「週刊文春」じゃない、文芸春秋でした、失礼しました。鈴木エイトさんが出してあります。で私はまあ両方に何万かお金を払っているんで、全文読むことができまして、えー、そこで感じたのが、まあ、個々の お上川外務大臣だったりとかそういう人の名前も出てるんですけど、えー、選挙の分析ですねこれが見事やということなんですよ敵ながらやっぱり、まあ、敵というか <laughs> まあ味方にはなりたくないんで、えー、そういう意味で、うん、味方でないなら敵ということになりますが勝利への戦略っていうのでこんだけこの選挙区ではこうこのブロックではこんだけ勝った ここは負けるだろうという分析それに対して電話作戦なり何な,なりというのを見事にやってるんですよ、ビラも含めて例えば厳しい選挙区16選挙区32のうち愛知1区、愛知2区、愛知3区とかいろいろ書いててこの中で小選挙区で勝てる可能性のある選挙区愛知1区、愛知4区、愛知5区に各区10万枚の反響ビラを配布する愛知9区には4万枚配布する。 とかこれによって愛知県は11勝4敗の奇跡的な勝利となり東海ブロックの自民党小選挙区立候補者は全員32人当選となり比例区9人を確保して純粋比例の山本左近氏 F1 レーサーまで当選となり33人の自民党代議士が誕生主な応援昼間は婦人部を中心に電話ボランティア夜は携帯電話を20台借りてもらい 青年学生を中心に夕方6時30分から8時15分まで集中的に電話をする「早年は自由民主の配布を8ヶ月かけて全世帯に朝5時半ぐらいから7時まで配布し夜は7時くらいから夜10時くらいまで配布する」などなど、まあ、これは他のところそれは組合系のところの人らもやってはるんでしょうしそこが学会もやってはるんでしょうしなんですがね あ新しく UPF につながった東海ブロック国会議員10人っていうので塩野さんの名前も入ってますね。えー、とか、えー、報告書がありまして反響ビラが少なすぎたっていう反省が書いてありますね新潟4区238票差新潟6区130票差で敗れ 反響ビラを配布する部数が少なすぎた最低8万部くらい配布する必要性がある教訓と反省この小選挙区比例並立制の選挙制度はいかに激戦区を早く把握してそれに向けた対策と準備をして小選挙区での勝利を勝ち取ることが重要である大きく勝つ予想のところは最小限の応援をし あとは激戦区の勝利に集中することが重要であります。一勝は3議席の価値を持つ。相手を減らし、本人が1議席、比例で1議席獲得。などなど。で、それぞれ A ランクから D ランクまであって、ここをこれぐらい応援しましょうというようなことが綿密に書かれている。これを統一教会の側が勝手にやってるはずはないわけで。 自民党とずぶずぶでお互いに情報共有をしっていうことでやってるとしか思えないですよね。で自民党が調べましたとかああだこうだ言ってるんですけどああだこうだ言ってもう関係は断ちましたとかって言ってるんですが少なくとも3年前の選挙でこないしてたところともうあの大手もいませんと言うて。 言えるはずないいやろうと思いますよねこれ,これねえねまだやってるってことでしょう今日もやってるってことでしょう。明日もやるっていうことでしょうそんな人らがこんな選挙してるっていうことを分かった上で自民党に投票しはんのやったらそはそれでもうそはあなたの1票ですから私の1票じゃないあなたの1票なんで親に言われようが社長に言われようがあなたの1票なんでどうぞあなたの,の 思うところに入れてください、えー、創価学会の人からご飯食べさせてもうて、えー、投票所まで送ってもらってでお母ちゃんそんなあかんやないかって言ったら「かめへんねん公明党には入れてへんねんから!」って言ったあの, <laughs> あのお母ちゃんの話じゃないですが誰に何を言われようが投票所まで乗っけていこうがあなたがあなたが決めたらいいんですけどただ。 自民党のバックには統一教会がこのようにはっきりいると自由統一教会え統一教会の自由信教の自由でそんなところの人たちが文部科学大臣で所管であったりとかしてるっちゅう話ですよでみんな関係ないとかもう関係なくなったって言って意見シャーシャーと言ってはるということですね、まあ、それは公明党と自民党の関係もしっかりですが 共産党には共産党の問題があるでしょう、令和には令和の問題があるでしょう、立憲には立憲の、国民には国民の、日本保守党には保守党の、参政党には参政党の、あとあとなんですか、えー、忘れてるところありますか、まあ、その他、覚悟に該当することでありますが、えー、みんな事情はあるんだと思うんですけれども、最大勢力である自民党が統一教会とこれだけ問題になってても、 まだずぶずぶであろうということについてちゃんとみんなが知っとかないとこれは飽きませんわなということですね。まあそんなん言いますと最終的に何で殺されたのか分かりませんが石井幸喜さんの命日が明日で10月25日に何者かによって殺され何者かによってっていうか犯人は出頭してきたんですが頼まれたって言って。 言って石井ささん殺されました特別会計のことをやろうとしてたのか統一教会のことをやろうとしてたのか何かその国会で追及する資料ごと持ち去らされてしまって殺されてしまったわけでありますがその命日が明日ですねその悪徳商法だから信教の自由とかの話じゃないですから悪徳商法をやって 日本人から金巻き上げてそれを韓国、北朝鮮に巻いているところの教団のグループの支援を受けて自由民主党保守ですって言ってでルールを守るって言ってるもう無茶茶苦ですよねそのぐらいのことは分かるぐらいまで義務教育で勉強教えておいていただきたいんですけどねなかなか小学校ぐらいで泊まってる人が多くて。 困ったモンタブラザーズですけどもねちょっと怖い話してますかね私ポチッといいね皆さんポチッといいねしましても別にどこのドイツとはわかりませんのでよろしければコモさんを応援する意味でポチッといいねをくださればと思うんですがチャンネル登録とそしててんこモリクラブのご入会もお願いしたいところですけどもねうーん いやいや、いやはやでございますね。時刻は10時37分です。<noise> えーっと、それから、うん、と何を話しようとしてたかな <noise> 次の話へ行きましょうか。 あいやもう一個、もう一個ですわ、こっちは週刊文春の方なんですけど、えー、森友学園の問題について、亡くなった赤木さんの奥さん、赤木俊夫さんの命日に、石破さんがまだ総理大臣になる前ですが、メッセージを寄せてはったんですね。でまあ、石破さんはまあ総理大臣に 総裁に選ばれて、まあ、コロッと本当に180度変わってしまったわけでありますけれど、まあ、誰かがね言ってはりました石破さんが総理大臣になって変説してしまったって言うけどほらどこの会社でもある,であるもんで窓際によって会社の文句ばっかりブチブチ言ってたやつをほな、まあ、ほなあいつにしようか言うて部長か社長かなんか知らんけど管理職につけてみたら。 もう取引先から社員からみんなからブーブー言われてなんであんなやつをリーダーにしたんだって言われているそんな窓際の文句たれ結局言うこところっと変わってるやんけっていうそういう表現をされている人がありましてまあまあ総理大臣ですからまあそのぐらい言われてもしゃあないやろうなと思うんですがご無沙汰しております本日は赤木俊夫様のご命に日であったかと存じます。 改めて御霊の安らかならんことを切にお祈り申し上げますとともに森友事件の真,真実が明らかになりますよう微力ながら努力を重ねてまいりますいつか必ず正義が実現することを信じてご検証にてお過ごしくださいませ赤木雅子様衆議院議員石場茂はい七回忌の法要の「 時に送って来られたものですね今年の3月7日ですよそんな前の話じゃないです今年です今年の3月7日に携帯で届いたんだそうです赤木雅子さんっていうのは赤木俊夫さんの奥さんですね3月7日七回帰でありました自ら命を絶しましたいわゆる森友事件ですね私や 妻が関係していたら総理大臣も国会議員も辞めます。あんな人たちにやまかない。言ってはった安倍さんですよ。ね。で公文書の改ざんが行われました。ね。赤木さん改ざんに関わりました。苦しみました。何が辛かったって夜中もう精神病んでしまってからもう夜中なんですが寝ずに何か叫んであったで奥さんがそれを まあまあまあってしながら撮ってはった動画ありましたああこう人が精神壊れていった時にこんなふうになってで最終的に命立ち張ったよな直接手を下していないにしても <laughs> これは斎 <laughs> 藤洋子が西成真県民局長を直接殺したわけじゃないってそれは分かってますよそんなことはね斎藤さんが直接殺したわけじゃない片山さんが直接手を下したわけじゃない分かってますよ ただああこうやって人が死に追いやられていくんかその背景に何があったのかっていうところを見る気のない人とそこを受け止めようとする人間と、まあ、人間には2種類いるんだなと僕は後者でありたいなと思ってるわけですがで森友事件再調査すべきだと石破さんはついこの間まで言ってました。 政治サイドから何らかの支持圧力があったのかその後財務省が独自調査した報告書を読んでもはっきりしませんでした、うん、実は石破さんは雅子さんと電話番号を交換してます保守政治家という今年出された本の中でも森友事件について言及しているんですその石破氏が9月の自民党総裁選挙逆転で勝ち抜き総理大臣に 就任しましまた微力ではありませんね、総理大臣、最高権力者ですから、翌日、雅子さん、石破総理への手紙を書きました、内閣総理大臣、石破茂様、初めてお会いして3年が経ちました、この度は総理大臣就任おめでとうございますと、私もとても嬉しいです。で、まあ、ボランティアの話とかいろいろ書いたりして、のどのボランティアのこととかも言って。で のとのことも夫のことも見捨てないでください。第三者による森友事件の再調査をしてください。よろしくお願いします。丁寧な手紙を書きましたそして、それを鹿児島の政治家衆議院川内さんという人、えー、この人と喫煙所で大うたんですってね石破さんが。で あのいい質問だったねとかって言って、まあ、そこから話できてで野党の議員なんですがそのカオスさんを通じて、えー、手紙を渡しました手書き手紙を秘書に手渡しました必ず本人に渡しますと返事をもらいましたまあ解散も決まってですねバタバタしてはったんでしょうただちゃんと調べろ と言えばいいだけの話なんで再調査を約束通りやんのか約束は反してんのか手紙は渡しましたしかし何の連絡もありませんでした実は赤木雅子さんは岸田さんにも送ってますそん時に「いや手紙を読むべきだ」と進言したのが石破さんだったんですっ、ね、て岸田さんに言うたんですって読まなあかんって言って。 でそんな石破さんしかし返事がない17日雅子さん電話番号分かってますから石破さんにメッセージを送りました10月3日お手紙を秘書の方へお渡しして2週間が経ちました読んでいただけましたでしょうか森友事件について第三者による再調査をされるお考えはあるのかないのかそれだけでもお答えいただけないでしょうか 大変お忙しいとは思いますが。お返事お待ちしております。すぐに既読となりました。三時間たって。短い返事がありました。お手紙は。拝読させていただきました。お気持ちを。理解しております。 これだけでした。夕方五時二十三分に。赤城さんが遅れに入りまして、そこから三時間余り。二十一時七分。お手紙は拝読させていただきました。お気持ちを理解しております。これだけだそうです。これさっき読んでたら。 この間大木町公園に来たときに聞いたらよかったですね、うんまあ、僕、その森友の時ももちろんラジオで取り上げてはいましたけれども今、斎藤チェックをやっているようなことはしてなかったですからね、うん、もっとできることあったのかなと思いますが、まあ、結局、 その人の命なんて何とも思ってない生き方損得で生きてる人とそうでないところにこだわりを持つ人とやはり世の中には2種類いて、えー、私は後者でありたいと思うということですねはいもう私にできることは来る日も来る日も毎日お話しし続けることでございますんで諦めずに。 続けてまいりますよろしければポチっといいねをお願いしますチャンネル登録も忘れずに10時47分、えー、大変お待たせいたしましたあー <coughs> 一面トップになっている朝日読売そして産経一面トップです38年前の中3殺害最新決定福井女子中学生殺害事件 1986年昭和61年3月19日福井市の市営住宅で留守番をしていた中学3年生の女の子が殺害されました卒業式の夜でありました五十数箇所もの傷がある捜査当局は参考の異様さからシンナーを使っていたものを中心に調べを進め前川昌司さんという人今回第二次再審請求が通った59歳の人 7年間の刑期を終えて出てきてて出きおります逮捕起訴しそしそ有罪が確定ししておりました確定判決は複数の関係者供述を証拠に前川さんを犯人としたがうち1人は自分の刑事事件で有利な量刑を得るためつまりこいつは覚醒剤をやっていました前川さんが犯人だと嘘の供述した疑いが拭えない。 他の関係者の供述も捜査に行き詰まった捜査機関が不正に誘導して作られた疑いがありいずれも信用できない有罪判定の根拠となった事実は認定できず前川さんが犯人であることについて合理的な疑いを超える程度の立証はされていないというこういう話です。が起訴されたらにになるといいう日本において、 えー、その全部が全部冤罪だとは思いませんしただ、やはり捜査に行き詰まったりっていうようなところで無理のある捜査でこういう冤罪が一つや二つでなく多々ある嘘そ800が多々含まれている裁判これが多々含まれていたら、ね、え困るんですけど、えー、供述の中に。 テレビ番組でこんなシーンがありましてというのを言っていましたで実はそのシーンはその日には放送されてなかったということを検察官は分かっていたそうです分かりますか今日セッション おぎえいちきさんのセッションがあってこんなことをラジオで言っててあれが犯行当日の話でちょうど夕方からおぎえいちきさんがこんなことを言いましてねいや、それ日付ずれてるんですけどっていうことが分かってたんですよ、検察官には。検察官には分かってたんですがそれをずれてるということを言わずに有罪の立証に使ってたっていうもうむちゃくちゃですよね。 まあ,まあもう胸元が出てきてももうしゃあないんですけどこんな話ばっかりなんですよ人を捕まえて起訴して裁いて場合によっては公師刑にしようかという権限を持っている連中がね10時50分、えー、この記事はね毎日新聞が22面に書いていました でまあ、連続強盗の話なんであの関心持つ人も多いかとは思うんですが、えー、っと第二社会の、うん、千葉の強盗で盗難、被害者の車発見、えー、ちょっとうるさくなってきたので締めますね、また万博の歌流れたりするのでちょっとうるさいんで。 えー、首都圏を中心に相次ぐ強盗などのうち16日と17日に千葉市県白石と市川市であった強盗致傷事件で奪われた被害者宅の車2台が発見され千葉県警が押収していましたとで、まあ、まあその記事がずっとあって逮捕されたのはといやこれは山口県のすね山口県警の方。山口県光市でも少年ら3人が強盗予備容疑で逮捕される事件があり 山口県警は一連の事件との関連があるとみて調べているという最後の記事の最後の部分で逮捕されたのは千葉県の自称男子高校生18歳自称茨城県牛久市の男子高校生16歳茨城県龍ケ崎市の男子中学生14歳18歳16歳14歳です 20日午後8時ごろ、強盗目的で工具などを持参し、光市の建設業の男性宅付近で金品を奪う機会をうかがっていた疑いがあるということで、よくやらなかったもんですね、やってたら強盗になって、強盗殺人になって、下手したら死刑になってたかもしらんのですが、18歳、16歳、そして14歳ですって、で佐藤明さんがそこに気がついて、これ、もうじき12歳。 自称小学生って出てくるんちゃうかっていう,いうようなことで、まあ、警察がそれだけ信じられてるかっていう部分ね、警察の信頼を本当に現場の警察官、まあ、不祥事を起こしてるのは一部のやつだと思いますし、99.9%の人たちがあ真面目にやって、99.9%、まあ、はちょっと言い過ぎか、えー、96%ぐらいの現場の人は真面目にやる。 やってはるかとは思うんですけど、えー、あのやっぱり現場がその信頼を積み上げていかんと上は腐ってますし OB も腐ってますし、えー、入ったらすぐ腐ってしまいますんで警察学校入った瞬間ぐらいは腐ってないのかもしれませんがあっという間に就任まじわればシュラシュシュシュとなってしまいますんでね。うん あの警察が信用されるように頑張ってくださいね。と思ってたら北海道からこんなニュースが飛び込んでまいりまして時刻は10時53分こっそりこっそりこっそり訓戒処分にしておりました旭川で女子高校生が殺害されましたうん橋の上から落ち降りろって言って落とされてしまった事件ですね。内田理子という えー、とんでもないもう旭川では有名なまあ誰とでも寝るっていうようなことをしてたやつらしいんですがでこの右にいるのがスナックで、えー、当時はこの子は未成年やったんかなあーでも一緒に酒飲んでタバコ吸ってで,でまあ誰とでも寝る子やったんで。 えー、いろんな人、まあ、それを不倫という言い方をするのがいいのかどうかわからないですけどそういう肉体関係のあったでそのことを隠そうとしたそれはそうですよね自分らが自分が何日か何ヶ月か前にベッド共にしてて捜査情報の一つや二つも漏らしてたかも知らんような子が殺人で捕まったってなってでお前も兄弟かお前も兄弟かああ人類皆兄弟。 っていう状況になった時に彼らは隠そうとしたわけですねでもあまりにもみんな知ってたんですねちょめちょめしてたっていうことねでこれがこっそり先月に訓戒処分で終わってたっていうことが情報公開請求でバレましたバレたんですねバレたんです <laughs> バレたん星人なんです いやー、もう、北は北海道から南は九州、沖縄までってよく言いますが、全国ネットですからね、ええー、<laughs> 警察は全国ネットですから、まあ、その元締めの警察庁長官が、まだ露気だと、もうどれだけ、どれだけ不祥事があっても露気のままなんですか、警察庁長官は、もう、 え何ですかもうあの、商点の司会者みたいなもんですかもう衛星、なくなっても、なくなっても司会者の、名誉司会者のままっていう、つゆきさんしかいないんですか他にいないんですかねえぇ、ー、そうですか。 北海道旭川市で4月女子高校生が橋から香川に転落させられ殺害された事件に絡み殺人罪などで起訴された被告の女と事件前にちょめちょめしていたとして北海道警が当時旭川中央署の男性警部補を訓戒処分としていたことが公文書開示請求や捜査関係者への取材で分かりました。 北海道警は公表事案には当たらないとして詳細を明らかにしておりませんでした9月13日付の訓戒処分だそうです捜査関係者によりますと警部補は当初この事件の捜査に加わっていましたが捜査過程で過去にちょめちょめしていたことが判明し外されました当たり前じゃないですか当たり前じゃないですか何言ってたんですか女の取り調べはしておらずしてたらえらいことですまた 取り調べ室でちょめちょめしてたら嫌なことになりますよ、もう,こう、本当に留置所でやってたら。操作に影響はなかったって、ないはずないじゃないですか、もう。もうこれあの、飛行機が揺れましても、飛行の安全性には全く問題がありませんのでっていう CA さんの、あれは僕はパイロットとして嘘やと思いますからね、はい、飛行の安全性に全く影響のない揺れなどない、はい、あれは、素人のお客さんを安心させるための嘘も方便ですから。 それは、それは、揺れたら金属疲労にもつながりますから、飛行の安全性に全く問題はないはずはないわけで、はいえー、離陸するたびに、着陸するたびに、飛行の安全性に危険性のあることを乗り越えて安全に運行しているわけでありますから、捜査に影響がなかったと言えるはずがないじゃないですか、北海道警察本部、黙っておりました。ええー、ほんまに。 何ですか何ですか何ですかですね。時刻は10時58分。えー、今日明日兵庫県の、もうですから行われていますね、えー、百条委員会が開かれております。パレードの問題についてでありまして、選挙に影響があるということで、えー、 立候補を予定している斉藤元彦さんは今回は呼ばれません、えー、そしてすべて非公開となっておりましてで選挙が終わってから公開できる人については公開をするということですねで県の職員、えー、あるいは幹部ですね、えー、それからそれ以外の人も あの呼ばれよああ、呼ばれているということです。はい。えー、なので、まあ、あの、誰が呼ばれてるかっていうことは、ああ今のところ、その非公開になっていますので、私の口からお話をさせていただくことは差し控えます。差し控えますが、 あの百条委員会は遅いというふうに言われるお気持ちは分かるんですけどお気持ちは分かるんですがいろいろ準備して段取りしてえーテーマを決めて分けてやっていく7項目を分けてやっていくっていうことでまあもちろんその強制力のあることでことであの。 嘘ついたら偽証罪に問われるっていうようなそういうものでもあるんですがとりあえず現行犯でショッピーできてゲロさせたらいいんだという話ではないのでそこにやはり時間がかかるということぐらい大人なんだから別れよとまあ、うん、はい反斎、えー、藤の人たちにもちょっと私言いたいですがね、えー、彼らが別に、えー、そのマンこいて こんなに時間かかってるわけじゃないんですとそれで質問を準備するにしても2日間で何人やったかな今回10人近く呼んでるはずなんですよね、えーえー、なんですよまあ ABC というような言い方になってますけどでそれそれぞれの人間のそのやったたであろう役割に対して 限られた時間でどういううういい質問をするのかとうようなこと、まあ、今回からあの委員長の総括質問を最初に持ってくるんじゃなくて、えー、みんながそれぞれ質問することに時間を割きましょうとで委員長は足,りな足らざるところがあったら最後に聞きますというふうにまあ運営上のことも改善されたりですねしていってましてで、まあ、まあ非公開なんでね今言えないんですけど まあ、パレードに関わる人らはあの、呼ばれてますって、そこは、そこは信じなあげてください。これはもう、あの私とあなたの中の握りですけどね、握りですけど、はいえー、きっと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 、っとあのパレードに関係してくる、 寄付金に関係してくるあの人の顔は思い浮かぶでしょねうんそら呼ばれてますってでその人がこの人に頼んだやろうとかこの人がこうやったやろうとか、うん、こいつも動いてたやろうとかね、まあ、まあこれ以上岩さんとってくださいこれ以上岩さんとってくださいこれ以上岩さんとってくださいまあだから 僕が、少なくとも僕が,よ僕がこの問題をやるんやったら、呼ばなあかんなと思う人らは、呼ばれてますってで、ちゃんと、ちゃんとやってくれはりますよ。あのまあ、公開せなあかんって主張した人も、議員もあったみたいですが、まあ、結果、結果多数決でそれは認められませんでしたから、非公開になるんです。で、あの県職員とかは、内容について、百条委員会で検討のためのもの、 公開ははされないいいっててう県のの職員の人もいてはるしそれ以外後からまたインターネットでの録画配信も含めて配信される人の分もありますしで今日明日行われますがそれはもうあくまで非公開で選挙のこともあるのでそんなことを言っときますが維新のやつらも含めてですよ維新の委員も含めてこの2日間に百条委員会で何があったかっていうことを 新聞記者なり何なりに漏らしたら承知せんからね。だら僕にも漏らしてきたらあかんのですよ。でしょだってこれは非公開だから、選挙に利用されたらあかんから非公開にしてるんだから、ね。猪本の持ってた、持ち歩いてたやつを維新の連中が、ね。こんなんでって言うてたような、同じようなことしたらあかんのですよ。 自分の思うような記事書いてくれる記者にだけ言ってえっていう話でもないんですからね。分かってますよね。分かってますよね。そんなことをしたら結局はまた足つきますよ。ばれますねだから、誰とは言わないんですよ。言えないですよ、それはね。でもちゃんとやってくれてますって。そこは任しときましょう。そこは。ね。 11時4分です清原がドラフトで指名されるかもしらんっていうのであ,あの清原ちゃいますよお父ちゃんちゃいますよお,お父ちゃんはお父ちゃんはもう違いますからね子供の活躍にもう涙してるっていうあの慶応大学の清原内野手ですが。 ドラフト会議直前になって複数のプロ球団から野球部に問い合わせがあったことが分かりました、えー、すいませんあの、慶応の野球部ですか、はい、こちら慶応の野球部で、大会野球部でございます、お宅にあの清原選手っていう選手はいてはりますでしょうか、清原翔吾さん、身長186センチ、体重90キロ。 中学はバレーをやってて、高校はアメフトをやってたんですが、えー、大学に入って野球をやり始めて、えー、この春にはリーグ戦のベストナインに選ばれて、えーえーで、日本ハムと戦ってホームランを打ったっていう、あの清原翔吾さん、内野手はそちらにいてはるでしょうか。ははいいいおりますすすけど、えー、指名するかもしれないんですがと、はい だったそうですお父ちゃん57歳まあね、うん、大学でやっててもこんなにあの余分に注目されちゃうんでプロ入ったら長嶋一茂みたいになったらかわいそうなんで、うんえー、ですけどもね、うんえー、慶応大学の野球部の練習場にはですね「練習は不可能を可能にす」 いうふうに貼ってあるそうでございますよ複数の球団から慶応大学の野球部に問い合わせが入っているということであります不可能を可能にするのかもしれません11時6分今この聴観チェックをご覧の方の中で船舶電話をよくご利用の方いらっしゃいますでしょうか えー、久しぶりにアマチュア無線の免許証も取りましてまたね、えー、再開しようかなと思っている私でございますが、えー、第3級アマチュア無線技師と航空特殊無線技師を持っているコモさんでございますが、えー、免許がなくても使えるのが船舶無線でありまして来年,の3月来年の4月から船舶電話の値段がなんと 3倍に上がるということが分かったということですね。えー、NTT のやつですか。ワイドスターというやつで、えー。ワイドスター2陸上あ、陸上、船舶、船舶30え。30秒で55円だったものが、177円10銭、177.1円に値上がりとか。 衛星発の通話料、国内向けタイプ M、30秒99円が297円。30秒49.5円のものが148.5円。衛星発の通話料金、北米方面、30秒62円が181円。インマルサット、あ、インマルサットやりましたね、僕。オマーンへ行った時に、インマルサット借りて行ったんですよ。オマーンの砂漠で、一人、本当に、 本当に一人ぼっちですかあれあのディレクターがついていってるとかじゃなくって本当に一人ぼっちで60キロの機材下げてオマーンへ取材に行ったことがありまして砂漠から中継をするために会社のインマルサットを借りてあの会場のねあのその衛星のやつなんですよもうもう,もう言うても30年以上前の話ですが真っ赤な砂のオマーンの砂漠でインマルサットに向けて。 衛星のアンテナを向けて屋敷高人さんの番組に、えー、中継でリポートをしたことを覚えに出しますが30秒200円だったものが30秒500円に30秒500円とにかく1分間で1000円ですかはあもうもう一回皆さんもう値段上がってるんでもう電信やりましょうか。 A3 でも A3J でもなく A1 ですねはいとつつとととつとつとつとと,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 と <laughs> はい一応はい三マなんで無線電信できますけどもねうーんあそうですかめっちゃ値段上がるそうでございます11時9分ですでは 最後に今朝の一言でございます。本日はこの後ちょっとまあ新たな試みとして、えー、サイトをチェックも生配信ではそのまま続けていたしまして、アーカイブの方はてんこ盛りスタジオチャンネルに持っていくということにいたします。ちょっと,ちょっとこれまでと違ったやり方をしようと思いますので、この後一旦 また明日をやった後サイトチェックも引き続きやります。お時間ございましたらそのままご覧ください。もしいなければ、後でアーカイブでご覧いただければと思います。最後は、今朝の一言です。イタリアではそれをやってはいけません。 ウィズマーラ・ケイコさん、えー、個人手配で旅に出るときに突然自分がいなくなっても早めに気づいてもらえるようにホテルの人に「いや今日はここ行くねん」とかそんなことを言っといた方がいいですよとなんかドイツ人の方が行方不明になったり逆に日本人が行方不明になったりしていることもあって。 事件の場合もあるでしょうし事故もあるでしょうしまあ病気になってっていうこともあり得ると思うんですが短くてもいいからこんな人間がここにいてこんな予定でいるよっていうことを言った方がいいですよという忠告をされている人がありましたそれに対してヴィズ・マーラ恵子さんという方が「イタリアではそれをやってはいけません」と長文の書き込みをいたしました ホテルの人に近くにあるおすすめのレストランや観光として見といた方がいいよという場所を聞いてじゃあ今からそこに行ってきますと留守を知らせて出かけてはなりませんホテルの人は歩いて行けと進めてくるでしょういやあのレストランあの場所 いいですよここがいいですよぜひここへ来たらあそこへ行かなあきませんよどうぞ歩いて行ってくださいああじゃあ今から行ってきます歩いて行ってくださいよとホテルの人は言うでしょう留守を知らせてはなりませんホテルの部屋に置いてある私物やパスポートホテルの駐車場に止めていたレンタカーですら盗まれてしまいます 徒歩でそのレストランや観光地へ行く往復の時間。まあ、3分や5分ではありませんよね。それだけの時間があれば余裕で盗みができます。南イタリアでは地域で組織ぐるみの犯罪をしています。ホテルとレストランと警察と誰も信じられません。日本の家族、 あるいいいは友人にだけけ知らせておけばいいですイタリア人に知らせてはなりません。あ、イタリアに留学している学生さんも不動産屋を通さずに借りた契約のお部屋、さんお部屋大家さんに、バカンスに出かけるのでしばらく家を開けますと知らせてはいきませんよ。泥棒に入られますよ。犯人ですかもちろん。 大家さんです数日開けるって言って出て行ったんでしょうそら盗みに入ります泥棒に入られたので鍵を全部買えろとかいちゃもんまでつけてきます何十人と被害に遭った日本人を知っていますだからどこへ出かけてるって言っちゃダメですよという書き込みです 正善説と正悪説なら前者でありたいと思っている私ですが、そしてまあ40何カ国回ってきて何とか無事に南アフリカからも帰ってきている私ですけれど、確かにこれはもうそのイタリアや南イタリアをバカにするとかということじゃなくて、地球の歩き方ではないですが、やっぱり安心と。 安全と水はただだと思っている日本人にはわからないそれぞれの地域の問題はありますので心しておいた方がいいんじゃないかなとは思いますね。あともう一つ最近はワイドショーでもやってるみたいですがもしその金箔強盗みたいなやつが入ってきた時にとりあえず逃げろっていう日頃から動線を考えてどこへ逃げたらええかっていうのをちゃんと考えておいてとりあえず外へ逃げろと。 外へ逃げたらやつらも捕まえようと思ったら外へ追いかけてこなきませんから家の中に隠れていると隠れているところがバレた時に結局捕まってしまいますのでとりあえず外へ逃げろとこの動線で内側から鍵かけてそして窓開けてここからやったら逃げられるっていうそういうことを考えておけっていうふうにアドバイスをしてはりましたねなるほどなと思いますこれはね ま,あまた時間のあるとき話しますが、飛行機乗りとして、自家用単発で飛んでると、今ここでエンジンが止まったらどうするかっていうことを常に考えて飛んでますから、淀川の河川敷のあそこに降りるか、でも手前に高圧線があるから、あそこよりはこっちの田んぼに降りた方がええか、そっちの方が足の骨を折れる確率は高いやろうけども、でも安全のことを考えたらこっちやろうとかっていうことをずっと考えてますから。 もう申し訳ないですがほんまにずっと考えながら飛んでますからこれはルールやとかなんとかじゃなくて命を守るために、えー、ずっと考えながら飛んでるんで今,今ここでエンジンが止まったらどこに不時着するかをずっと考えながら飛んでますから皆さんもその強盗の話とかで言うと、まあ、そんなあのギーってなるもう血圧上がるほど考えなくていいんですが今ここで襲ってこられたらどうやって逃げようかっていうのは。 考えときあった方が良いかなと思いますこれは本間です以上長官チェックをお届けしてまいりましたまた明日インジャンをしてお別れした後そして引き続き生配信では斉藤チェックをいたしますアーカイブでは別チャンネルでお届けいたしますのでどうぞそちらもお聞きいただければと思います 本日もご清聴ありがとうございました。ポチッといいねとチャンネル登録、てんこもりクラブへのご入会もお願いをいたします。では、また明日、いンんじゃんでございます。画面に向かって、また明日、インジャンパー。良い一日になりますように。